ちょっと最後に一箇所だけね、気になるとこが残ってるからね、それだけ検証してから、このコースを終わりにしていいかな。あの最後の、ガバ対策のさ、天井のトゲ、あれワンチャンさ、抜けることができるんじゃないかって思って、ここね、そもそもね、これ天井のトゲって意外とね、これ多分ね、こう半分くらいね、こう重なっててもね、こうダメージ受けないから、実質ね、こっち側 0.5 マス短い、こっち側 0.5 マス短いでね、実質ね、4マス分くらいの距離しかね、こう、ガバ対策の場所がないわけよ。だからね、もうタイミングよくもうここでジャンプすれば、こう、ズサーっていけるんじゃないかなって、こう、アイテム取ってても、いけるんじゃないかなって思って、